やめちゃいますよ。上手くなりたいかどうかの確認をまず最初にした方がいいかも。普通の人だったらそんなもんだと思う。週2以上を投げたいって思わせることだ。おお。こんにちは。こんにちは。質問が来ておりました。はい、ありがとうございます。こんにちは。動画楽しく見させていただいています。何かいい案がいただけないかと思いメッセージを送りました。相談事項、ダーツを始めて1年くらいになるライブレーティングが 3,4 を行き来している女性がどうやったらもっと上達できるかというご相談です。で、まあ、それに対する背景が詳しく書いてあるんだけど、はい、まあ、彼女は週2回くらいダーツバーで練習しています、はい、僕が普段行かないダーツバーで教わることもあるらしいのですがなかなか上達しません。彼女と僕は同じダーツバーでダーツを始め知り合いになった友達です。僕ももう少しでダーツを始めて1年になり現在ライブデーティングは11から12を行き来しています、彼女と僕はダーツ以外で飲みに行ったりもする仲です。彼女と僕と共通のダーツ友達が何人かで満喫に行って7時間くらい練習したりすることもあります、はい、僕は教え前になりたくないので聞かない限りこちらから教えることはありませんYouTube で参考になりそうな動画を見つけた時リンクを送ることがあります。1年間レーティングが5以上にならないのに頑張っているのでもっと上達してほしいです。スポーツが苦手そうなので教えてもらったことをすぐ表現できるタイプではないと思っています。なくなってしまいましたが恐縮です、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということです。なるほど。この書き方多分俺らの動画めちゃめちゃ見てる。よくあるのがさ、その質問内容来てこの人はこれどういう状態なんだろうとかどういう意図があるんだろうって俺ら結構動画内で話すの。まあ確かに。だからそれを勝手に想像して3パターンぐらい言ってるもん、うん、まあこと女性に関して言うと女性はねマジで教え間吸収剤だから、もうあ教え間ホイホイってこと、ね、教え間ホイホイだから難しいんだよ。だから誰か一人決めさせた方がいいと思う。師匠に当たる人物を。ああ教えてくれる人、うん、同じコミュニティとかで全員が意思疎通取れてんならいいけど、最終的な、まあ、言い方悪いけどケツ持ちは誰なっていう。だ例えば俺と菊池の共通の女の子の友達がいて、はいはいはい、一緒に3人で満喫行きますとかってなって、まあ、これ2人だったらまだあれかもしれないけど4人とかでいてさ、うん、よく投げるメンツみたいな、うん、でそれぞれがなんかこういう風にした方がいいんじゃないって言った時にそれの意図を全員が理解できるのかっていう話になるから。ああ、その他のメンバー側がね、うん、そうだって俺と阿部達さんでさえ割とダーツ理論に関してはまあ、 俺と同レベルってことではないけどもちろん、まあ、感覚とか理論的な部分はお互いに似てるよねって話はよくするんだけど、うん、それでも教え方全然違うもん、うん、あ、そっち先言うんだって俺が思うこともあるし、その別の人間、うんうん、別の女性とかに対して何か言ってたとして、うん、あ、そっちから言うんだって思われてることも当然あると思うから、うん、誰か一人にね決めた方がいいと思うな。教わるっていうことに関して言うなら、うん、それだけ投げてるんだったらまあモチベーションある方だと思うんで、週2だもんね。教わるのが嫌な子なのかどうかっていうのにもよるけど、基本的に男って教わるの苦手なんですよ。パーソナルジムとかもそうだけど男の顧客ってほぼいないらしいのよ、まあ、これ僕がダイエットでお世話になった小馬荘情報なんですけど、その釣り火ダイエットの、そうだから女性の方がこうすんなりアドバイスを受け入れやすい体制ができてるというか、うん、だからまあ嫌ってことはないんだろうけどね誰に教わりたいのか決めろと、聞かれてもないのにそんなこと答えるのそこを教えまするのが一個、うん、でまあ一個っていうかほぼ同じだけど、もうこれだけその彼女のことを考えてる人間なわけだから、うん、もう俺が教えてやるからついてこいっていう感じにするかで、俺はよくやります。男にしろ女の子にしろ、うん、もう俺が教えるわってなる時はなるし、そういうね、で他人の意見聞くなよ絶対とかは言わないけど、うん、まあもうその一個軸となる人間が必要だと。てかあれよね、その場面場面でいろんなことを教える人って無責任なことが多いけど、そう、要は最後まで上手くなるまで面倒見るぞっていうことってことだよ。そうで、まあ、もう一つはレーティングが 3,4 って言ったっけ、 3,4 を行き来している、 3,4 行き来して1年でしょ、うん、まあそんなもんだと思う俺は。週2だったら、まあ、週2の限界かなって感じはするね。まあその方の、うん、普通の人だったらそんなもんだと思う、うん、やっぱりどこまで行っても投げないと上手くならないんで、うん、ダーツって、まあ、そんな分かってるとは思うけど男だったら週2で投げてますだったら、まあ、6とかそんなもんない。だって菊池だって最初の1、2年なんてそんなもんでしょ。うん、だから週2、いや今も
でも今は俺より投げてんだからもう、そんなことなかった。すごいですよ、5月以降そんなことなかっただろう。そんなことないのか。まあだから、まあ、男だったら週2ぐらいだったら、まあ、俺の勝手な概算ね、統計とかは取ってないけど、うん、まあ男性だったら、まあ、レーティング5、6ぐらいで、運動神経いい人だったら7、8ぐらい、まあそうね、うん、で女性だったら、まあ、3、4が普通で、まあちょっと運動神経良かったら5、6ぐらいいくんじゃないって感じ。そうなんで、上手くなりたいんだったら頻度上げるしかないと思います。し、男の子ができることは週2以上投げたいって思わせることだ。おお、すごい、なんか教える以外の新しい一滴いや、それが教えるに内包されてると思ってるから俺は。すごいね。だってもっと投げに行きたいって思わせられるかどうか君たち次第なんですよ。ダーツ人口比が91で女性が少ないだの、なんだのなんだの、もうツイッターでは一人ダーツ女子が出てきたらうわーって行くから、あ、気持ち悪い、出せお前らとか言ってる場合じゃないの。もう全員が責任を持て、君たち、俺も含めた全員のせいなんだ。やっぱり女性の方が離脱率高いと思うよ、その時間的に。例えば女性が 1,2 年でダーツやめちゃうとして、うん、同じぐらいの熱量の人、男だったら 2,3 年とかな気がするんよね、なんとなく。だって運動じゃないから、やっぱり多い少ないで言うと、うん、男性の方が運動経験は多い人が多いじゃないですか。まあそれはね、まあだから運動してない人とかの割合を考えると、まあそうなることが自然なのかなと思うんで、まあ、やったことないことをやってるわけだからさ、まあ、褒め続けないとダメ。まあ彼女とかだったらね、言わなきゃいけないとか言った方がいいシーンはあるんだろうけど、まあだから週2以上投げたいって思わせるような何かをしなきゃいけませんね。まあ正直年齢とか経済状況とかもわかんないから、その女性が一人で家にね、そのボードを変えるような状況なのかとかもわかんないし、週5、6投げに行けるようなお金ありませんってことなのかもしんないし、まあそこはね、こんだけ書いてもらっておいて、まだわかんないこと出てくるんかいって感じだけどとか申し訳ないですが、いや、そんな収入なんてぐらい、3、4ぐらいでしょ、そんなもんでしょっていうのは簡単なのよ、うん、だからそういうんじゃなくて、どうやったらもっと投げてくれるかなっていう。まあでも楽しいと思ってると思うから、収入もさ、投げてたら、もう普通の人より圧倒的に投げてます。だし3、4なんて女の子を友達連れてきなっていいな、うん、負けないから3、4あったら全然普通の人よりは上手くなってるっていう実感はまあ持たせるべきだね、うん、かなあ。あとは、まあ、スポーツ歴にもよるけど、うん、練習法、まあ、フォームを見てないからここ直したらとかっていうのが言えないんですけど、当然、まあ、そのこの質問内容の字面だけ聞いたら、先日アップしたダーツが抜けちゃいますっていう人の対処法みたいなに該当するんじゃねえかなっていう気はする。同じような状況の女性が何人も見たことありますね、ダーツバーとかで。飛びが気になるな、やるね。これ言語化するの難しいんだけど、俺はパッてその投げてる人を見た時に、ほっといても上手くなる人か、フォームをついて誰かが直させないと上手くならない人かっていうのはまあ分かる。はい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 、から、あ、この人は大丈夫だなって、まあ今ゴーナーだけだなみたいな人は分かるんだけど、見たいね。これマシュマロって動画添付できんのか、これできないやろ。まあそれもそれで俺らに顔バレするっていうね、匿名の意味がそうね、なんか、うん、ダーツに力が乗ってないんじゃないかっていう気はするけどな、そのその条件面だけ見たら。今やってることを目隠ししたまま、カイジの鉄骨あるじゃん、あれ渡ってるみたいなことしてる。手探り状態、手探りもできてる。確かに多分とかじゃなくて、もう予想だもんね。予想やね、うん、まあ、さっきのダーツ離れてしまう人の話だけど、やっぱり人間って誰だっけな、なんか梅原さん、あのゲーマーの格闘技ゲームの格闘技格ゲーのもう言ってたんだけど、その飽きるっていうのは成長を実感できなかった時らしい、はいはい、まあ確かにそうだなと思うんですよ。これまずいと思う。あ、飽きれると思う、この状態だったら。1年間もその状態だと、うん、私全然うまくなんないなって、面白くなってなっちゃってもいい状態だからね、別に。だから単純に一緒にいる
人たちが楽しいのか、ダーツ投げてるのが楽しいのか、まあ、それ当然続けてるのも全く変なことではないんだけど、悪い結果を先に予測しとくとそういうこともあり得るから、そのための他のメンバーなわけよ。だから成長してるっていうのがスタッツとかじゃないところで成長を実感させてあげないとやめちゃいますよ。だから飛び綺麗になったねとか、ダーツ前より全然飛んでるじゃんとか、夜速が速いことがいいってことではなくて、夜速前より速くなったね、つまりダーツに力乗ってるじゃんとか、グルーピング良くなったねとか、うん、なんか前さ回転バラバラだったのに今全部無回転だよねとか、全部右回転だよねとかって、こうちょっとスタッツじゃない部分で自分が成長してるんだってことを第三者から見て伝えてあげないと、言わないと分かんないですから、ね、人間は。だからそれを言ってあげるのがあなたの役目、まずこの女性の方は、うん、多分そのダーツバーに行くことが楽しいんじゃないかなと俺は思ってて、まあ、でも一緒に飲み行ったりするとこも書いてある。そうそうそう、まあ、だから、まあ、エンジョイダーツというか、そのダーツ自体本人が上手くなろうとしてるかもちょっとまだ読み取れないなっていう、一番大事なのはそこだよな。本人に上手くなる気がなかったら上手くはならない、ね、でもダーツバーとかそういう人たちが好きだから行ってる可能性はあるけど、うん、さっき山口が言った通りやっぱ成長しないということは飽きる可能性があるってことだから、うん、ちょっとなんかあの違ってもいいかも、違う何かが入ってきたら、うん、急にそっち行っちゃう方、うん、例えばエイペックスとか、うん、バロラントとか俺のようにね突然ゲームにはまり出すっていう可能性もあるから、そうそうそう、それが悪いことではないんだけど、その子にとって、その彼女にとっては、ね、上手くなりたいかどうかの確認をまず最初にした方がいいかもね、その子に、あの上手くなることが偉いとかではなくてっていう前提を伝えた上で、ダーツ上手くなりたいっていう気持ちあるってあるんだったら俺でもいいし、誰かダーツちょっとマジで教えるわって、こんだけダーツ一緒にやってくれてるし俺も上手くなってほしいからさっていう感じで行くしかない。え、別にダーツっていうよりかみんなっているのが楽しいからって言われちゃったらもうそれまで、だから毎日が違う会話をして違うちょっと違うメンツで集まってるから飽きてない、それはもうコミュニティに対しての飽きだからさ、それはだからダーツじゃない可能性があるから、いやこれは多分そっちだと思うんだよね。まあでもね、本気で上手くなろうとしててこの状態の人も全然いる。だから教える時のアドバイスというか、まあ、僕がそんなこと言える立場ではないと思うんですけど、調子が悪かったり停滞してたりするときはそんなことない大丈夫っていう方向で行く、はい、でちょっとでも調子良くなってきたらアホほど褒める、はい、で数字変わってなくても変化があったらそれをちゃんと指摘する、成長してますよと言い続けることや。だからもう私はこんなにやっても全然上手くないじゃん、でも普通だそんなのって、その私だけが成長しないと思わせないことや。でまず上手くなってるよってあなた最初より、俺がめっちゃ言うのはもう女の子の友達連れてきてみって言うか、もうなんか3人ぐらいで女の子と脱行きなって、負けないよあんたってって言うね。でそういう方向で自分に、でそんなことわざわざしなくてもいいけどそうなんだって思ってくれたらさ、ちょっと自信にはなる、はいはい、あ、そっか、と他の人よりはさすがに上手くなってるか、みたいな。だからこう、ちょっとね、こう、モチベーションを保たせつつ、ね、フォームに関しては、菊池山口動画で。はい、ぜひ。で、質問第2弾もお待ちしてます。はい。まあ、モチベーション管理ぐらいしかね、こっちは、まあ、最初はできることない、ね。結局、精神論に帰結するっていう、ね。いや、まあまあ、参考になったかどうかわかりませんが。そうですね。はい。このチャンネルではダーツの質問を募集しております、はい、コメント欄の方にダーツの質問をお願いいたしま ます。また山口くんのツイッターマシュマロの方で匿名で募集しておりますので、ツイッター、あ、 X だ、 X は、概要欄の方にありますので、うん、あの X からマシュマロの方コメントお願いします。本当に X って浸透するんかね。 いずれはするやろ。まあそうか、嫌、うん、やな、もうその俺らの青い鳥が、あれよく見たら白かったぞ。確かに。あとゲームチャンネルもやっておりますので、そちらも登録していいよという方はぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。ありがとうございました。